外区は中華人民共和国古北省随州市に位置する鹿つく。外区は湖北省北西部の交換平原北端、武漢市と常用市の中間に位置している。南は、儀城市及び省省一、安陸市、京山市の四市と、北は、河南省義理カ市は県と接している。外の歴史は古く、夏朝の始祖である、炎御門、 新能の出生地とされることから中国での農耕文化の発祥地と言われる。その名称は、隠居から出土した甲骨文に、左ヒソ、また安収録期の中にも、王霊中佐期省南国、串岩行、在草と記載されるなど引退にはすでに使用されていた。夏引退は、励む国が、襲代には励む、隋、唐の三国が位置していた。前五百六十九年。 諏訪えにより、励むが、前505年にはと戦国末には、隋が滅亡し、隋剣が設置され、旗艦台に継承されている。288年、精神はこの地に隋国を設置、469年には、隋剣から、隋軍に、昇格、535年には正義により、隋州に改変され、新末まで隋州の名称が使用された。 1912年、中華民国が建国されると修正廃止に伴い、随州は随県と解消、その県公所が外地区に設置された。1949年、中華人民共和国が成立すると、外地区には随県及び鉱山県が設置され、それぞれ交換、常用戦所の管轄とされた。1955年、 高山県の廃止に伴いその大部分は、随県に編入、常用選所の管轄とされた。1979年、国務院は、研究市の随州市のを設置。1983年には、随県が、随州市に編入されている。2000年、地球市の随州市と、外徳の設置を決定、研究市としての随州市の管轄区域は、外徳と解消された。 総行いつぼで発掘された編集ありがとうございます。